カラス山頭水子と、か南な大の主な灌外水路戦前の平面か、南大とは、1930年に竣工した台湾で最大規模の農水施設であり、日本統治時代の最重要な水利工事の一つである。日本統治時代前期、嘉義町、台南町を中心とする、かみ平原地区は、灌外設備のない農地や感謝農園がおよそ15万、こうあり、常に、 ヒデリア豪雨さらには排水不良に悩まされてきた。この問題を解決するため台湾総督府は祖文系と濁水系を水源として本納水施設を作ることとした。設計は総督府の技士、八田余一が担当した。1920年9月に土木工事を開始し、総工費5414万円をかけ、1930年4月10日に竣工した。 工事は、まず当時東南アジア最大だったカラス山カシラダムの建設から始まった。その後水路が改作されて、素分系と濁水系2つの水系を接続した。カラス山カシラダムで取水された後、北幹線と南幹線に分かれる。北幹線は、カラス山頭より北に向かい、急水系、八手の平系、牧師系を越えて、北高系南岸に至る。 南幹線は南に向かって、関連、京、祖文京を越えて、台南自然閣に至る。またカラス山ラダム以外に、濁水系にも3カ所の取水口が設けられており、それぞれ臨内第1取水口、臨内第2取水口と中囲い古第3取水口がある。臨内第1取水口から取水したのが、直幹線で、旧古尾系の左岩に沿って、南に向い、北高京に至り、 北幹線と接続されている。本施設の完成により、下南平原の高地面積と水利灌外面積は増え続け、多くの畑が水田に変わり、農作物の生産量も大幅に拡大した。カラス山頭三つ子、河南大、水利系統文化部文化、資産局国家文化資産網 ABCD クレ200ページ、多い1万国。 台湾的フル道遠足文化2003年 ISBN 95億7285万6103ありがとうございます。